カイノ、願い叶う？カイノは以前から、ソフトバンクが外様の選手や外国人選手を厚遇して生え抜き選手を軽く扱いがちなことに疑問を持っていましたから、トレードでの移籍を希望していた、という話も出ています。金に物を言わせて選手を買い漁る手法は一昔前の巨人のようです。巨大戦力を持て余している点もよく似ています。ただ巨人は生え抜きを大事にする球団でソフトバンクはそこが違います。長年、リリーフで貢献してきた森も簡単に切られましたし、カイノのようなドライチでも年俸がそこまで上がらない。チーム内には不満がくすぶっています。カイノは65試合に登板した1年目の19年に年俸が1500万円から5000万円にアップ。しかし、20年は右肘の故障で1軍登板がなく3800万円に減り、2023年は46試合で防御率 2.53 と好成績を残したものの、400万円増の4000万円にとどまっている。オスナの年俸はカイノの25倍。一方でソフトバンクフロントは、ロッテから引き抜いたオスナに6億5000万円という大枚をはたいた。さらにメジャーとの争奪戦の末、4年40億円規模のオファーで慰留している。オスナの契約に驚いたのはカイノだけではありません。争奪戦で条件が釣り上がったとはいえ、これだけの格差を知れば、生え抜きの士気が上がるはずはありません。こう語るのは、あるソフトバンクのチーム関係者だ。カイノの4000万円という待遇も、あまりに安いと同情を隠さない。西武に行けてよかったやん。開幕前に山川を西武に無償トレードやろ。文春やんけ。カイノの実績で、すでに 1.2 億ぐらいもらってるなら十分すぎて。広島なら7000万。メジャー行け。やっぱりソフトバンク大嫌いだったんだ。カイノの成績なら4000万妥当やろ。嫌ならもっと成績残してくださいね。新規に優しく、既存に厳しい携帯電話会社。まだまだ続く、ソフトバンクサンドバッグタイム。だとしても西武行きは嫌そう。カイノは1年目からひでえ使われ方してた。記憶結局みんな幸せやん W。4年目、復活リリーフ4000万は妥当やろ。優勝してたら5000万になるような額やん。移籍したかったならよかったやん。和田さんも気持ち楽になったやろ。王さんは、カイノの球団に対する態度を知ってたから、あんな発言したのかもね。とうとう出たね。